ジェームズ・ロドニー・シュレ・シンジャーは、アメリカ合衆国の政治家、リチャード・ニクソン政権及び、ジェラルド・アル・フォード政権で12代目アメリカ合衆国国防長官、ジミー・カーター政権で、初代アメリカ合衆国エネルギー長官を務めた。1929年2月15日に、ニューヨーク州ニューヨークで、ユダヤ系の家庭に誕生し、ハーバード大学経済学部で学士号、修士号、 博士号を得た。彼は1955年から1963年までバージニア大学で経済学を教え、1960年にはザ・ポリティカル・エコノミー・オブ・ナショナル・セキュリティを出版した。1963年にはシンクタンクのランド・コーポレーションに移り、同社で戦略研究部長として1969年まで働いた。 1969年にシュレシンジャーはアメリカ合衆国行政管理予算局次長法を振り出しにリチャード・ニクソン政権の要職を歴任した。1971年にアメリカ原子力委員会委員長に任命され原子力委員会の業務改善のため広範囲な組織改編を行った。また同年11月6日にはアラスカ州アムチトカ島で行われた 過去最大級の地下核実験の爆発に立ち会った。アメリカ国内でも爆発による環境への影響などが懸念された核実験であったが、現地に妻と二人の娘を同伴させて安全性を PR した。1973年2月2日に彼は、ウォーターゲート事件の調査妨害を拒否したために、解任されたリチャード・ヘルムズの公認として9代目。 アメリカ中央情報局長官に就任した。彼は経済学者であり、情報活動の実務経験は皆無であったが、予算局次長補時代にアメリカのインテリジェンスコミュニティの組織改編などに取り組んでおり、その手腕を期待されていた。伝えられるところによれば、シュレシンジャーが長官に就任して最初に語った言葉は、私は、 リチャード・ニクソンを締め上げないことを確かめるために、ここにいる。というものであった。原子力委員会同様に包括的な組織の人員変更を試みた。この時まで彼は、タフで率直な行政官とみなされていた。かなりの人員削減と組織改変を行って、反発を買い、警備局は局内に掲げられている、肖像画にいたずら防止のための監視テレビカメラを取り付けた。 1973年7月2日に44歳で12代目アメリカ合衆国国防長官に就任した。その若さにもかかわらず政権内での信頼はアメリカ合衆国国防長官が適任であると考えられた。アメリカ合衆国国防長官の任期中に彼は長兵器飛車の恩赦に反対し、より成功な核兵器システムの開発を要求した。さらに、 A-10 及び軽量戦闘機の開発プログラムを支援し、両機は後に正式採用された。また、アメリカ国防総省に総合評価局を創設し、ランドコーポレーション時代の部下であるアンドリュー・マーシャルを局長に抜擢した。対ソビエト連邦への強行論者であり、しばしばキッシンジャー国務長官と対立した。1975年11月に、 ジェラルド・フォード大統領は、その、よそよそしく、しばしば尊大な態度から彼を解任した。1977年8月から1979年8月までの、ジミー・カーター大統領時代に、初代アメリカ合衆国エネルギー省長官を務めた。2014年3月27日に肺炎に伴う、合併症のため死去した。85歳であった。 エンサイクロペディアオブザ・セントラル・インテリジェンス・エージェンシー、W. トーマス・スミス、Google ググクス・ o k ハット、米、地下核実験を強行アムチトカトウ、中国新聞昭和46年11月8日、一面最も、ウォーターズ副長官に、調査妨害を拒否するように指示している。ザシアエ・アンド・カルト・オブ・インテリジェンス、秋田・ヒロユキ、米戦略を動かす伝説の老軍士、 アンドリュー・マーシャルの素顔、外交19巻、外務省、2013年5月、69ページ。カーター政権を支える人々、朝日新聞1977年1月20日、長官、13番、7面ジェイシュレジンジャー死去イコール70年代に、国防長官など歴任米自治通信2014年3月28日、閲覧。ありがとうございます。